マルソランデ・デブータンはフランスの画家、版画家、作家である。アリエ県のセリリーで生まれた。父親は裕福な地主で、国王ルイ18世に、この絵兵を務めた人物である。パリのカトリック系の学校で学んだ後、1845年からエコール・デ・ボザールでエテクスに学び、1847年からトマク・チュールに学んだ。 1848年のフランス革命で、パリから母親とアリエ県のコスン・ディー・アリエに逃れた。1848年の終わりに、パリに戻り、クチュールの下で修行を再開し、写実主義の画家、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌと友人になった。1849年から1854年の、間はベルギー、オランド、イギリスを旅し、その後フィレンツェに移った。 フランスの資産を売って、フィレンツェに屋敷を買い、フランスから訪れる友人を招き、美術品を収集し、版画の技法、ドライポイントも学び、詩や儀曲を執筆する生活を送った。ジュールズ・ミグウェイズと共同で書いた儀曲は1870年にパリで上演された。1870年になると、最初の妻を亡くし、投資の失敗もあって、屋敷を売却しなければならなくなった。 再婚したイタリア人の妻とジュネーブに滞在した後、1872年にパリに戻り、翌年からモンマルトルに住むようになった。友人となったエドガードガやジュゼッペデニッティスに勧められて、戯曲の執筆を徐々に止めて、絵や版画制作に専念するようになった。1873年にバイロンの詩のフランス語訳を発表するが、1875年には、 作家活動はやめた。モンマルトルの芸術家が集まった、カフェ・ゲルボアやカフェ・ドラ・ヌーベル・アテーヌの常連となり、エドアール・マネやエミール・ゾラと親しくなった。ボヘミアニズムの芸術家の象徴として、マネやドガの絵画のモデルとなり、マネに影響を受けたスタイルで絵を描くようになった。ドライポイント版画の名手と評価されて多くの作品を制作し、 多くの芸術家のポートレートをドライポイントで制作した。1876年に7点の油絵と6点の版画を第2回印象派展に出展した。1879年にサロンドパリに入選し、1883年にも戦外科作を得た。1880年にニーズに移り、1888年に再びパリに出て活発に活動し、 1890年の国民美術協会の再建にも貢献し、国民美術協会のシャンド・マールスでの展覧会に出展した。1895年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。